さあ、さくな姫やっていきましょう。ここはどこぞ？ホラーなぞ？入るぞ？稽古場。いろいろありますね。ほう。日々の鍛錬のため掘られた穴。ほう。調べる。巻物が入っておったぞ。ほう、兵書と農書。なんだこれ。なんかいっぱい拾ったぞ。本を拾いましたね、今。なんか奥義的なやつを使えるように。なんだこれ。おー、正面を吹き飛ばす。基礎にして、セットしておこうか。これ、普通に A ボタン使ったら使える必殺技みたいな。技をちょっと使うみたいですね。掴みながら、前を押すと、引き寄せしばらく弱らせる。へえ。狩りに行くべー。と言っても何も落ちてませんね。お、ミッケ。よし、根菜。これで今日のご飯は大丈夫だな。うっしゃー、こういうことですね。ふはは、前回よりは滑らかに倒してみせる。うっしゃー。オッケー、吹き飛ばし。なんか前よりだいぶ上手くなってる感じあるんじゃね？イエーイ。みたいな。そう、 A ボタンがこれみたいですね。敵を吹っ飛ばしてぶつける技、使い勝手はかなり良さそうですね。肉取ってきたよ。お腹空いたよ。食わせろ。うわ、カエル、タニシ、つくし、カエル、めっちゃ拾える。おい、大丈夫なのか、お前。ちゃんと管理してるのか。よくわからないぞ、私は。感謝はいいんだが、僕お腹空いてるんですけどね。どうやらストーリーを進行しろということか。せっかく草があるんだが。水を入れる。やめとけ。そんな、こんな自由自在に水入れていいんすか。入れちゃったよ。やべえな。やっちまったな。どうやら私は取り返しのつかないことをしてしまったらしい。では、出撃するか。ここからお仕事。お、一本穴に行く。なるほど、書いてあるね。じゃあ、特に光ってたわけでもなかったが、どうやら一本穴に行けばいいらしい。お勤めしてくる。よし。この赤いやつはクリアしたよっていう赤丸なのかもね。では、一本穴行きましょうか。お腹すいたな。行きまーす。では、おっと。早速見つけたね。自然治癒。いいね。おー、もうすでに攻撃加工してきたぜ。おー、粘土粘土粘土。もっとくれよ。残念ながらこれだけみたいだぜ。粘土ってことは、これ武器も作ったりするのか？本格的だぜ。ほらほら。いってえじゃねえの。あれ、これ、ああ、あるある。なんか出ないって思ったけど。なんか、条件を満たしてなかったか。ゲージは足りてたっぽいけどね。おお、いっぱいあるぜ。さっきの初期マップなんて行く必要なかったじゃんっていうぐらい拾えるぜ。ですが、まあ、肉とかは取っておくに、越したことは、ないと思うんだぜ。うわ、痛えよ、弓とか。ズルだろ？ズルだろ、それ。オッケー。よし。では失礼。よし。どんどん行こうか。さてさて。うわー、なんだあいつら。うらうらうら。
これにも熟練度なるものがあるのか。こいつ空飛んでんのやばくね。うれやべえよこいつら。すまねえ、無益な殺生か。これはなんか知らんけど止まったぞ。どうした？あ、これで終わりなのか。なるほど、早っ。おお、取ろうぜ。今のがボスだったのか。鬼がどうこうって言ってたから、もっとやべえやつと戦うのかと思っていたが、スタートでよし、ワープいけるぞ。おーおいおい、お出迎えご苦労。寒いだろうに。震えてんじゃん。戻って戻って。どうした？何かあったのか？わしは疲れとるんじゃが、お侍のおじさんとこ行ってけらい。納屋の前さいるから。というかさ、私さっき水入れちまったんだけど、雨降ってんだけど、やばくね？嫌な予感がするよ。私も共犯者だ。米がやられたか。よう。おいらたちば上たつきか、このあんこたれ。金太、怒るすぎる。よくないです。みんなみんな。これはやらかしましたね。すまぬ。ああ、ふんけだつ。騒がしいの。一体何があったんじゃ。こいつ、種もみば水さ流してしまったぞ。どういうこと？入れちゃったよ。やべえな。やっちまったな。どうやら私は取り返しのつかないことをしてしまったらしい。なんじゃとー。それじゃ、もう米はできるのか。これもしかして私のせいですか。残ったのはわずか一つまみ。他はすべて。聞けば野良仕事は見よう見まねで。あんなに頼りになってたのに。まったく、とんでもねえ足絡みでねが。でかいの。お主任せろと申しておらんかったか。そうだぞ。一体どう始末をつけるつもりじゃ。恐れながら、実はそれだけは武芸だけではなく。お前。何の才もありません。とんでも重い話するのやめろ。野良仕事も下手の横好き。いつも百姓たちの邪魔になってばかりにござりました。この島で稲作を知る者はそれがしのみとお見受けし、こたびこそはと奮起してみたのではござりまするが。できないことを自覚することも大切なんだぜ。面目次第はありませぬ。ポーチがやばい、ポーチがやばい。お前すげえな。お主の死など誰も望んでおらんわ。そうだぞ。物をどうするのかと聞いておるんじゃ。食い出が減るのは悪くねえかもなや。こいつ、こいで空量だけは5人前だ。全く寂しいもんだろ。聞かせみー。なぜ田植えも傷つけるですか。田植えも。その田植えもんが一番ビビってんだけど大丈夫か。叱られては立つ瀬がないわい。見る手と言ったかの。お主に免じてここは矛を収めるとしよう。今宵は皆わしが取ってきた肉でも食うて早う寝てしまえ。おいっぱいあるぞ。それでよいな。うん、おーわお。なんじゃ。見る手利用に得意です。今日はマジかよ。丸焼きだな。おいしい。おお、主の国の料理か。どこだか知らんが、そいつは楽しみじゃの。ならばこの肉を任せるとしよう。しっかりやってくれ。オッケー、見るって頑張ります。ここは大丈夫だよな。ここも大丈夫じゃなかったらもういよいよもって全部桜姫がやらなければならんなるぞ。
飯うまか湯気じゃえ焦げた塊おい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 人の肉を何だと思ってやがるこの空気をお前らこの人数で会話なしはやべえぞそう気まずいよなどうすんだこれから満腹が多少解消されたということかえ傷んでしまった何やってんだ僕の残った種もみから無事芽が出てござりまする次はいよいよ田植えですが田植えなら任せられるのかどうでしょう親は張り切りすぎて苗を潰し後ろ足で畔を崩してしまいめちゃくちゃではないかお前やここまで行くと下手とかそういう類の話ではないぞもはや自分でやるしかないか何を見ておるまさかこれ以上わしに働けと申すのではあるまいな考えてもみよ奉納する稲を向上心自ら作ってはおかしいではないかいえいえ何一つおかしなことなどございません我が国の向上心とは元来そうしたものお母上の豊花様はもちろん主神カムヒツキ様ですら毎年の田植えはしておいでなのですぞなんということじゃ一番偉いやるしかねえな様までもが働いておられるようでは困るですがこうなっては人の子らには任せられぬでしょう他には女子供たちばかりなのですからなーにきっとうまくいきますともおひい様は他忙しくなってきたねこの花様の血を引いておられるのです知識だけは自信がござりまするこいつ教えいたしましょう昨日の今日で偉そうにするでないわまったくださーていよいよ田植えパートが始まるようですがよしちょっと待ってくれ私のポーチにある肉が気になってしゃあないんだが大丈夫かお、肥料としての使い道が残されておりますぞ。やったぜ。よかった。で、まだまだ残ってるな。傷んでないのがまだあるということか。よくわかるね、その辺。お、料理所自然治癒。入りどんぐり、どんぐりを5個。肉類3。なるほどな。で、本日は、温度が22度でやや高い。なるほどね。で、さっきのあれさ、私はこの米作りの専門用語とか全く知らんのだが、ここ開けたのが超絶災いしたとかそんなことないよな。これ大戦犯の予感するんだけどな、これ。さあ、編集をしたところ、時間が少し余ってしまいました。なので、田植えすっか。怖くない?ついに来たな。ちょっと待って、すべての苗を埋めよう。水の出し入れができる。出たー。しかも出すこともできるのか。やばくないこれ。ちょっとこれやばくないこれ。動きが挙動不審なんだが。ちょっと待ってくれ。なんでこんなところから始まっちゃった真ん中はやばいでしょ。ちょっと待って。走る。走っていいの?オッケーオッケーオッケー。ちょっと待ってくれ。こういうのって、ほら、私もね、農林とかいう、アニメ見たことあるんですけど、そのノリから考えるとですね、あれですよ。あんまり、敷き詰めて植えない方がいいらしいのよ。田植え物に任せる?やだよ。農技設定。何これ?なんもないぜ。ちょ、田植え物に任せることもできるのか。こういうのめんどくさい人もいるだろうね。なるほど。ちょっと待ってくれよ。よし。手に取る。ここだ!近すぎるか。で、ちなみになんですけど、田植えはね、極力、攻略サイトとか見ないである程度やるつもりです。答えってのは、こういうのは知ったら一瞬でしょ?なので、自己流でやらせてもらう。そう。すでに突っ込みどころがあるかもしれんが、我慢してみてくれよな。そう。で、後で見返してね、情報した後言うんだよ。
こいつ昔とんでもないタグやってたんだなって。やべえな、全部植えるってやばくない？ちょっと距離空けすぎか。もうすでに不安な、動きが挙動不審の極みなんだからもうちょっと近くか。おおきゃきゃきゃ、おいおい、え、もう終わり？え、嘘？え、終わり？終わり？え、ちょっとちょっと待ってくれ、嘘だろ、嘘だろ、返して返して返してくんねえかな。あ、あれ、あ、いけるわいけるわ。手に取るか、まず手に取るところから始まるんだな。本格的だな、びっくりしたびっくりした。もうなくなったのかと思った。ちょっとすごい、お前焦ってんな、お前、お前農業に対して恐怖感感じすぎだろ。ちょっとなすさけねえにも程があるよ。ちょっと待ってくれよ、これやべえな、これやべえよマジ。しかもなんかすげえ曲がってるし、ほい、あー、ギリギリすぎんじゃね、ギリギリすぎんじゃね、これちょっと待ってくれ。はあ、あれ、あ、植えてない植えてない、ちょっと待って怖い、ちょっと待って、どっち、ちょっと待って、マジマジちょっと操作が難しいんだって。そう、私だって好き転んでこんな動きしてるわけじゃねえんだよ。やばいってマジで、これこれ慣れてきたら美しく植えれるようになるんかな。よし、あー怖い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 、ほら見えてきたぞ、おらうらうら。さくな姫ちゃんのサイズとかも気になるところだよね。さくな姫ちゃんがどれぐらいのこう大きさの人なのかによってどれぐらいのスペース空けるかですごい悩むんだよな。よし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 、オッケー、なんだかんだいい感じのスペースで置けてんじゃないの。おい、はい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 、ちょっと待って、こうしてみると1個目ガッタガタなんだけどお前直線引けない人みたいになってんぞこれ。ちょっと待ってくれよ、きったねえなマジでどうする、残り8個だぞ。とりあえずちょっと待ってよ、ちょっと待って、ほんとやばい、思ったよりこんなの。ちょっと待ってくれよ、ついでに田植えやっちゃいますかみたいな的には抜いて始めたけど、やべえんだってマジでこれ。お前の田植えの仕方があまりにもスマートじゃなさすぎる。これここからはこれだけ取れたよみたいな表示してくれたらいいんだけどね、後で。どれが生き残るか、そう、コロナ禍で生き残るのは誰だそう、バトルロイヤルが始まるんだよここから。ほい、よし、じゃあ来たぜ。で、手に取ってあと2つ植えるんだろ。よし、この隙間空いてんじゃん、植えようぜ。うわ、そこです。ほんじゃろ、ほんじゃろ、十分な間を置いて植えたぞ。密度粗食、おお、ええんちゃうか。いえ初めてとは思えませんな。うん、お主も経験者とは思えんぞ。はい、夏の間は草を取りながら稲を見守っていくことになる。おお、水加減も寛容、はあ、草を刈れと、狩りと稲作を自由に進める、はい、大丈夫かな。なんかすでにお前気にしすぎだろ。お前ファイヤーエンブレムとかの命かかってるゲームでもっとその心配、あれ雨降ってる、やばくない、もう助けてくれ、どうすればいいんだよ。なんだっけ君、あの田植えの助けて助けて